前身頃と後ろ身頃が編み上がりました。この2枚を脇の部分と肩の部分をつないでベストにします。下から数えて54段目と左右から数えてそれぞれ13目のところに目印をつけておきましょう。では脇を閉じていきます。先ほど残しておいた糸をとじ針に通し、ここから針を入れます。次はこちら側です。ほつれにくくするために、閉じ始めはもう一度すくっておきます。2つの身ごろの編み目をよく見て、すくうところを間違わないようにしましょう。閉じ終わりも2度すくいます。裏返して糸の始末をしましょう。これで脇の片側ができました。もう一本も同じように閉じましょう。次は肩を剥いでいきます。先ほどと同じようにどの目とどの目をすくうかよく見て剥ぎましょう。最後に目印を外してベストが完成しました。